まあ、4つのところから、まあ、パパッと話をしていきましょうか。基本設計、互換性、拡張性、将来性、まあ、ユースケースというところで書いています。で、基本設計、いわゆる基本的なその開発者の、コミュニティ、大体ファンデーションで、ファンデーションは財団みたいな形でやってるんですけど、そこの開発者たちが、いわゆる当然リーダーもいて、旗振り役というか、まあ、こういうふうに開発していこうよみたいな。で、基本設計思考、思想といったんですか、基本設計としては高速化をしましょうと、でかつ加えて高機能化をしていきましょうというのが、プランナーの基本的なところです。で、ブロックの生成、ブロックありますよね、ブロックチェーンというぐらいですから、だから例えば、ビットコインだったら、理論値で10分とか、イーサリアムだったら理論値で、数分でしたっけね、まあ、そんなに長く、ブロックチェーンに比べたら早いんだけれども、まあ、ただ、まあ、すごく、人間の感覚からすると、まあ、我々ね、クレジットカードをお店で行ってパッと切って、その自分の決済が行われるっていうところから考えると、なかなかちょっとなんですかね、許容しがたい時間がかかってしまうというのがあるんですが、ソラナに関してはブロック生成が 0.4 セコンド、ね、0.4 秒というところですね。で、5万トランザクション、1秒間に5万トランザクションやりますよ。で、これビザマスターの、まあ、前回もちょっと話したかなと思うんですけど、いわゆる皆さんお使いのあのビザマスター、あのビザカードですよね、マスターカードのトランザクションが秒間4000とか6000、4000から6000だったかな、まあ、混み合うとやっぱりちょっと若干あれなんですけど、まあ、世界中の人がわーっと使うわけですよね、あの世界ブランドなので。まあ、そこの、いわゆるビザマスよりも、ビザカード、マスターカードよりも全然早いトランザクションで、決済ができる、決済というかお金の送信ができるというところですね。で、スマート、あ、ここもスマートコントラクトも話した方がいいかもしれないですね。あと DAPS、この言葉よく聞くと思うんですけど、ここちょっとまた別で時間取りましょうか。だから分散アプリ、ディセントラライズとアップスというところで、ここもちょっとやった方がいいかもしれないですね。まあ、とにかくスマートコントラクトが作れますと。で、ビットコインはないですからね、スマートコントラクトが。いわゆるプログラムを書き込めないという。で、プログラムが書けないっていうのは、そこでアプリが作れない。まあ、つまり、このスマートコントラクト、アップスプラットフォームっていうのは、結局一番初めにビットコインが、世の中に出てきてから、まあ、イーサリアムが追従するような形で出てきたんですけど、まあ、そこでそのいわゆる何て言うんですかね、ただ送り合うだけではなくて、そこでいろんなことができるでしょうという設計思想があって、その思想の中でそこにまあ自動化できるようなプログラムが書けるようにした方がいいんじゃないか。スマートですよね、スマートなんて言うんですかね、まあ、普通に使うと頭がいいっていうことなんですけど、まあ、そこのコントラクトっていうのは契約ですよね、コントラクト。やっぱりお金を送金し合うときに、ある一定の条件下であることが起きるって、これ言ってても、多分分かんないだろうなって、分かんないですよね、多分ね、今言ったって分かんないでしょ。まあ、そういうことなんですよね。まあ、理系の人ってそうなんですよね。いろいろ端折りながら喋っちゃうんで、ここはちょっと図とか使いながら説明した方がいいかもしれないですね。で、互換性、拡張性、次いきますと、パイプライン VM って、これ、固有名詞です。固有名詞なので、ソラナというのが、パイプラインバーチャルマシンっていうのを作ったんですね。で、これが対になる言葉として、EWM、イーサリアムバーチャルマシンの、いわゆる対になる言葉、対になってる言葉ということですね。で、次いきます。別のネットワークとはそれぞれ接続 していく必要があるというのは、これ結局その、リレーチェーンですね。リレーチェーンの技術のことをちょっと言ってまして、独自にやっぱり存在しているブロックなんですね。まあ、ここもブロックチェーンのベースからやってもよかったかな。まあ、後に戻っちゃうような話になるかもしれないんですけど、ブロックチェーンとはもうやった方がいいかもしれないですね。そのチェーンって言って、まあ、僕も一番初めにすごく勉強したんですけど、ね、ちょっと前に損切りでも話をしたインターネットの始まりの話あったじゃないですか。結局それぞれの何て言うんですかね、ネットワークといったら、ネットワークって言っちゃうとあれなんですけど、結局それぞれ接続できる、ネットワークで言うと、いわゆるインターネットで言うと、それぞれ接続できるパソコンが
あの限られてたところを全員に何ですかね、全てのパソコンがこの規格を使えばできますよっていうのが革新的だったわけですよね。でその革新的だったものがどん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 大きくなってインターネットになっていったっていうところで言うと、今ビットコインって、まあ、あのいわゆるブリッジとか、ブリッジ使ったことありますかね、いわゆるイーサリアム上にある、USDT をバイナンス、BNB 上にある USDT にこう変換する、あれ変換してる同じ USDT なんですよね。値段も変わらなければ手数料ただ取られてるだけっていうわけなんですけど、結局あれっていわゆるチェーンを乗せ替えてるっていう、そのイーサリアム上、イーサリアムというブロックチェーンに乗っかっていたものを BNB のブロックチェーンに移動するしてるんです。あのブリッジってブロックチェーンをまたげないんですよ、今技術だと。またげないことはないんですけど、またぐためにはブリッジを使わないといけないとか、いろいろこう制約が出てくるんですよね。でこれが今僕がもう何度も何度もその言ってる、今技術的には、過渡期というか、いわゆるその一番初めの創世期であるというところがもうそこにあるというところですよね。それが今この別のネットワークとはそれぞれ接続していく必要があるというところも書いてます。で、先ほど言った EWM 互換、イーサリアムバーチャルマシーンの言語ソリディティで書けますよって言ってるんです。これはネオンというサービス、これもともとネオンって非公式だったんですけどね、あのソラナが公式として認めましたね。なので、今ソラナはイーサリアムバーチャルマシーン互換、 EWM 互換の、ブロックチェーンになってます。で互換が分かんないかな、互換をちょっと EWM 互換ってどういうことかを説明した方がいいですか。あ、これ分かりやすいかな。アプリ開発、これ全く同じことです。スマホアプリで言うと分かると思いますね。結局、スマホアプリ作れますっていうエンジニアさんがいたりするじゃないですか、まあ、いたりするじゃないですかっているじゃないですか、いるんですけど、基本的に Android っていうのは Google 公式では Java を使ってくださいって言ってるんですよ。これは Android 用のアプリです。これは Java で作られてます。まあいろいろあるんですよ、技術が。Java 使わなくてもできますよってなるんですけど、基本的には Java でアプリを作るんですけど、で、全く、いわゆる Android のお客さんと iPhone のお客さん、アプリの、いわゆる、なんていうんですかね、提供側として、Android の使ってるお客さんと iPhone 使ってるお客さんって全く同じ、いわゆる、なんていうんですかね、使用感というか、そういうのをこう感じてもらいたいので、基本的にはデザインそんなに大きく変わらないですし、基本的にはデザイン1個で開発するんですよ。でそうなんですけど、開発側からするとこの Java というのと Objective-C、Swift、まあ、今 Swift なんですけど、主流はこの iPhone を作るためには Swift で書かないといけないんですよね、一個一個の機能を全部。で結局その一つのデザイン、一つの仕様、こういうアプリ作りますっていうルールがあるじゃないですか。僕らこういうアプリ作りたいんだみたいな。アプリを作るんですけど、これ開発言語が二つ、いわゆる Android と iPhone で、言語が違うので、二回作んないといけないんですよね。これ面倒じゃないですか。一個でいいじゃないですか。だって同じデザインで同じ機能なんですよね。これが、いわゆる言語。いわゆる開発をするにあたってのその言語の、まあ、ハードルって言ったらいいのかな、こういうのが開発するときにすごく起きてきてしまうんですね。イーサリアムバーチャルマシーンに戻るんですが、結局その、なんていうんですかね、まあ簡単に言うと、あんたブロックチェーンのエンジニアだったらイーサリアムぐらいは書けるでしょ、ソリディティは書けるでしょっていうことなんですよね、結局のところ。で、いや使うチェーンはソラナなんだけど、イーサリアム、EWM、イーサリアムバーチャルマシン上で動いてるから、あなたにも書けますよという環境をソラナ側が提供してるってことなんです。これは分かりますかね、この感じ。で、それがイーサリアムバーチャルマシン、いわゆるイーサリアムで、いわゆる一番初めってイーサリアムばっかりだったわけじゃないですか、サービスが。いわゆるソラナとかアバランチのサービスとか、いわゆる BNB もなかったわけですよね、昔。昔って言ってもまあ2年前とかは少なかったわけですよ。でそこで、いわゆるイーサリアムで使ったソースコード、いわゆる作ったそのバーって自分で書いたやつが、プログラマーがその書いたプログラム、いわゆるファイルなんですけど、ファイルがあるんですけど、その書いたプログラムがそのまま使えますよ。だからもう開発する必要ないですよ。あなたはそのソースコードを、例えばイーサリアム
ERC20 ですよね。ERC20 だったり、BP20、BEP20 で、もうサービスを提供されてるんだったら、そのソースコード、ソースコードって分かるかな、プログラマーが書いてあるテキストファイルっていうことなんですけど、それをそのまま、ソラナの方に持ってきてくれたら、もう全く同じサービスが作れますっていうのが EVM なんですよね。っていうのが、この書いてある、EVM 互換というところです。分かりましたかね。ずっと EWM って言ってましたかね。EVM です。はい。で、ソラナも、まあ、ネオンといういわゆる、かな、いわゆるソラナの協力団体と言ったらいいのかもしれないですけど、それが、イーサリアムバーチャルマシンの互換性、互換できるサービスを提供しているので、ソラナ自体も、EVM 互換になっているということですね。で、C、C++、Go、Rust などの Web アセンブリ対応。まあ、ここはちょっとまた別でやりましょうか。ちょっと分かりそうですね。で、フレームワーク、サブストレイトかな、は抽出。まあ、ソラナが開発者向けに、提供している、開発環境って言ったら分かんないか、開発できるアプリをね、提供してるんですけど、そこでやるとアプリがこう結構簡単にできるっていうものなんですけど、それの、まあ、ソラナ自体が開発して、ぜひ作ってくださいね、ソラナ上でいろんな面白い、なんですかね、サービスを提供してくださいっていうので、まあ、これを無料で提供してるんですけど、まあ、使い勝手がいいですよという。将来性でいうと、基本設計は他を凌駕する拡張性を見せると、やれることが多いよと、いわゆる EVM、イーサリアムバーチャルマシン互換だと、イーサリアムと全く同じことができる、イーサリアムに、で使える機能は全部使えるということなんですけど、それプラス、まあ、いろんな機能がパイプラインでも使えますよというところですね。基本設計は他も、ウォモですかね、凌駕する拡張性を見せていると。あと、テザーとか、あれですね、コインベース、取引所のアメリカの、コインベースも、パートナーシップをしているので、仮想通貨業界で、まあ、有名な人たちがソラナをサポートしてますよということですね。で、まあ、今では、まあ、当然、この資料作ったのどんぐらい半年前ぐらいだったんですかね、もう半年でやっぱこう変わってきちゃうんですよ。なので、まあ、その当時はですね、まだソラナ対応の NFT とか少なかったんですけどね。はい、だいぶ事例も多くなってきているということですね。まあ、DEX だったりとか、まあ、NFT のマーケットがマーケットプレイスがあったりというところで、まあ、ソラナは、まあ、今、イーサキラー系のチェーンでいうと、ブロックチェーンでいうと、今トップですか、ソラナが価格でも何でも、なっていると。あとですね、先ほどちょっと話をした、ちょっと待ってくださいね。これみんなやるんですけど、GitHub っていうサービスがあるんですよ。GitHub。Git っていう技術なんですけどね。そこのハブ、ね、USB ハブとか、まあ普通の、もうもはや日本語になってると思うんですけど、そこの Git のハブという意味で GitHub ってサービスなんですけど、まあこれが一番有名なんじゃないかな。あるんですけど、ここで、ソーラーな。で今 GitHub で、まあ、URL github.com なんですけど、そこで、アクセスして、この右上の、窓にソラナって検索すると、こうやってソラナが出てくるわけですよ。ソラナラボっていうのが出てきます。でこれがいわゆるソラナが存在するすべてと言ってもいいです。で、まあ、我々、クリプト、ブロックチェーン界隈ですね、まあ、特にクリプトの人間はここを見ます。ここじゃ分かんない、この、これ分かります、グラフが出てる。これどのぐらいそのコースコードが、なんていうのかな、アップデートされてるかっていうところの指標なんですよね。ソラナペイだって。なんかペイメント作ってるんでしょうね、これね。今、いつから作ってるのか分かんないですけど、アップデート7時間前にアップデートされました。こういうのを見て、そのいわゆる、プロジェクトがどのぐらい稼働しているか、いわゆる開発が頻繁に動いているかというところをチェックするわけですね。まあ、こういうのを見てますよね。特に海外の投資家さんとかよく見てるって話しましたね。だこういうところで開発をして、それがいわゆるサービスベースに乗ってくる。だからリリース、ニュースリリースが出て、今度こういうサービススタートしますよっていうのは、ベースはここになってるんですね。
何人ぐらいがプロジェクトに参加しているか分かるのですか。どのぐらい、なんていうんですかね、ダウン、あ、used by 777ですね。だから、リポジトリって分かるかな。これがいわゆるソラナファンデーション、ソラナ財団のアカウントです。で、ここでバーッと見ていくのが、いわゆる今、お気に入り7200とかあるじゃないですか。ここで、見て、というと、コラボレーター250、今だから500人ぐらいで作ってるんですかね、今ね、これね。スターが 7.3、まあ、よく見てますよということですね。1600フォーク、あ、これですね、フォークっていうのが、結局あのフォークあるじゃないですか、スパゲッティってことです。結局フォークってですね、いろんな、まあ、ざっくり言うと、いろんな開発者がいて、それぞれ自分で勝手に開発するんですよ。で、それをフォークって言うんですけど、分岐してるわけですよね、ソースコードが。だから、あるところでは 1.26 なんだけど、あるところではもう 2.2 いくつとかになってたりするわけですよ。で、それを最終的にここの GitHub っていうところに、この開発したんですけど、どうですかって投げるわけですね。プルリクエスト、プルリクって言うんですけど、プルリクエストをすると、ここの管理者が協議して、じゃあ、それいいですねというところで、みんながこう寄ってたかって、一つのものを開発しているというようなイメージを持ってくれたらいいかな。プロジェクトに、参加している方っていうと、今、この人たちが管理者ですね、この People っていう、この右上に書いてる、ここ、今、色つけてますけど。この人たちが管理者で、この人たちがもう見てると、管理権限があるというところですね。まあ、それでね、あのソラナプロジェクトに入って日本人の方もいらっしゃるみたいですからね。はい。まあ、こういうのを見せたりします。で、今の話が、まあ、ちょっとベーシックなところが多かったのであれなんですけど、まあ、アバランチですよと。まあ、DeFi や DApps や NFT を提供するスマートフォンとか、まあまあ同じです。結局、これも EWM、EVM 互換、イーサリアムバーチャルマシン互換なので、イーサリアム上で作ったソースコードをそのまま使えるというところが、まあ、簡単ですよというところですね。開発難易度が高くないというのは、いわゆる言語が同じだから、新しく勉強する必要がないんですよと。今は本当に、イーサリアム互換じゃないと、もう無理だと思いますね、正直。独自の、僕は、うちのチェーンは違うのをやってるんですっていうのはほとんどないと思っていいと思います。やっぱブロックチェーン界隈でソリディティかけない。まあ、僕はね、技術者じゃないからあれなんですけど、まあ、なかなかちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。で、手数料の低減、トランザクションのスピード向上を目指すと、まあ、BSC ですね、バイナンススマートチェーンよりも高速かつ安価、安い、この3つで比べると、アバランチが一番安いみたいですね、ほぼただでしたね、0. 何円とかでしたね、まあ、ただちょっとサービスがね、まず少ないんですよ。でこれなんでかというと、そのマルチチェーンといって、エクスチェンジチェーンと、コントラクトチェーンと、プラットフォームチェーンって、チェーンをいわゆるアバランチというチェーンの中でもまた3つ、チェーンを分けてたりしたりします。で、プラットフォームチェーンは、イーサリアムと、いわゆるこの間質問が出た、なんで、イーサリアムと、BSC のチェーンって同じなんですかみたいな話があったと思うんですけど、アバランチも同じチェーンが使えます。ただここからエクスチェンジチェーンからプラットフォームチェーンに移行するのがちょっと面倒というか、知らない人はちょっと面倒かなというところがあるので、まあ、すごくいい、サービス。僕はかなりアバランチ好きなんですけど、なかなか、まあ、技術的というか、まあ、サービスも、なんですかね、人向け、二向け必要なのかなって気がしますね。あと、まあ、ここの独特なところは独自の手数料が設定が可能というところですね。まあ、だから自分で NFT ここで作って、僕のやつは、なんていうんですか、購入する人の購入額の 7% は俺に入んないと嫌だみたいなのが作れるってことですよね。設計思考としては、まあ、将来性で言うと、設計思考としては BSC ですね、バイナンスマッチェーンに近いが、BSC よりも複雑、まあ、それを複雑にしているのが、ここですと、まあ、独自の手数料とかができるから、かなりライブラリーって、なんていうんですかね、使える。ツールと言ったらいいんですかね。もう多かったですね。
すごく優秀なチェーンの一つはあるかなと思うんですけど、もう一声って感じですかね。そうですね、BSC が、まあちょっとこれはあるかな。メインチェーンではなく、DApps ごとに独自の手数料が設定可能なので、汎用性はイーサーの BSC よりも高い。まあそうですね。これやってるとこ少ないはずですよ。上乗せみたいなとこがありますからね。結局、そのイーサリアムとか、まあこのソラナもそうなんですけど、いや、この上に手数料上乗せすることができるんですけど、上乗せしないと、いわゆる、例えばパンケーキスワップとかは、BSC じゃないですか。あれは BSC の手数料の上に自分たちの手数料を乗っけてるんで、ちょっと割高なんですよ。ユニスワップもメタマスクもそうなんですけど。だけど、これはいわゆるその何ていうんですかね、ソラナじゃなくてアバランチ上の手数料の中に自分の手数料を含めることができるので、安く手数料をずっと安くできるっていうのが、まあ、一つの特徴っていう感じですかね。あとプロジェクトはですね、まあ半年でだいぶ増えちゃいましたね。半年前に作った資料ですけど、はい。まあアバランチも結構今プロジェクト増えてて、まあ注目かなと思います。はい。で、ポリゴンのマティックですね。ポリゴンですね。シンボルマティックでやってますけど、セカンドレイヤーってこれわかんないですよね。これはまた別でやりましょう。まあ資料が間に合えば、次回のその、なんですかね。チェーンをリレーするというのは、チェーンごとをまたいで、やるというところが、どういう意味なのかみたいなところも含めてやりたいかなと思います。まあ、イーサリアムのブロックチェーンのイメージでいうんですよ。頭にちょっとイメージしてもらいたいんですけど、イーサリアムのブロックチェーンのネットワークがあるじゃないですか。そこにこう、紐づいてるんですよね。まあ、イーサリアムといっても、まあ、混んじゃうと、どんぐらいですか ?20 分、30分送られてこないってことあるじゃないですか。もうまあそんなんじゃ誰も使わないですよね。結局その、いわゆる普通の支払いに使えないじゃないですか。そんな時間。ね、ずっとね、何ですか?スターバックス行ってベンティアアメリカの頼んで、そこで20分ぼーっと待ってるわけにいかないですからね。だからそれをパパッとできるようにするための、いわゆるソリューション、まあ解決策というか、解決っていう意味なんですけど、まあ解決するために作られたものですよ。だから実はでもね、まあ、ここはちょっとあやふやな部分なんですけど、ポリゴン自体が自分のブロック持ってないかというと、そうでもないんですよ。つまりイーサリアムにただただこうなんですかね、くっついてる小判ザメみたいなもんかって言ったら、そうでもなくて、ポリゴンはポリゴンで、自分でチェーンがあるんですよね。だから、それをどういうふうに定義するかっていうところもあったりする、もう定義があやふやなんでね、ブロックチェーンの、もういったもん勝ちみたいなところがあるので、はい。ちょっとセカンドレイヤーの話は今度しましょうか。セカンドレイヤーだけれども、ポリゴン上に投稿することも可能と。本質的にサイドチェーン、イーサリアムの、まあ、小判ザメチェーンというふうな、認識があるんだけども、独自に、POS、プルースオブステークスを利用していると。まあ、結局ビットコインがゴールド、イーサリアムがシルバーとするんであれば、そのシルバーの流通をより多くの人たちに提供できるように作られた技術ですよというところですね。イーサリアム一強だった時代は10個近いブロックチェーン。まあ、これはちょっとリンクですね。チェーンごとの互換性、互換性というとあれですね。チェーンをリレーする作業が必要だったりするので、ということを書いてるんですけれども、っていうのが、まあ、今3つちょっと挙げましたけども、ソラナ、アバランチ、ポリゴン、マティック、ポリゴンあたりが、この3つぐらいが今、技術的にという意味ですね。ごめんなさい、僕も一応今あったかな、当然ね、損切られながら、トークン持ってるんですけど、現物をデリバティブじゃなくて持ってるんですけどね、なんとなく下がると不安になっちゃうんでね、損切っちゃうんですけど自分で。でもこの辺は結構、なんですかね、優秀なところじゃないですかね。